番号記号の用途ハッシュタグ2014年に開催された紛争下での性的暴力撲滅サミットで置かれたタイムとアクトというハッシュタグの使用を呼びかける看板ハッシュタグとは言葉やスペースのないフレーズの前にハッシュ記号をつける形のラベルであるメタデータタグタイプでありミニブログや Facebook、Google、Instagram、Twitter、VK といった ソーシャルネットワーキングサービスに投稿したメッセージにおいて言葉やフレーズの前にをつけると文章内に表示されるか文章の語尾に追加される。ハッシュタグの例として断定ジャッジという表記がある。言葉のハッシュタグはまたハッシュタグの文脈において使用された自身のハッシュ記号を参照することができる。ハッシュタグは同じようなタグ付きメッセージを収集することができ。 それが存在する全メッセージの電子的検索もできる。日本語ではハッシュタグを使って情報収集することをタグルと呼ぶこともある。利用が広がったことでハッシュタグは2014年6月にオックスフォード英語辞典に収載された。番号記号は情報技術において特別な意味を強調することに使用されることが多い。1970年代の例では次に 記号や番号を置くときに PDP-11 のアセンブリ言語において直接のアドレスモードを表示するのに使用されていた。1978年、ブライアン・カーニハンとデニス・リッチーは C 言語で C プロセッサーが最初に処理しなければならない特別なキーワードにを使用した。ハッシュタグが発明される以前から番号記号は北米外の数カ国で ハッシュシンボルと呼ばれていた。その後番号記号は IRC でグループや話題をラベル付けするために使用されるようになった。チャンネルや話題は IRC ネットワーク全体で利用可能でというハッシュ記号が前に付けられている。クリスメッシーナは IRC での番号記号使用に触発される形でミニブログネットワーク上で関心のある話題をタグ付けするためにツイッター上で 同じようなシステムを使うことを提唱した。クリスはツイッターに、初めてのハッシュタグを次のように投稿した。How do you feel about using for groups?As in bar camp, MSG? クリスメッシーナ、オーガスト23、2007国際的に、ハッシュタグは2009年イラン大統領選挙暴動を、きっかけに、ツイッター投稿の書き方の特徴となっていき、英語やペルシア語でのハッシュタグは、 イラン内外のツイッターユーザーにとって役立つものになっていった。ハッシュタグという言葉が初めて使用されたのはストーボイドによる2007年8月26日付のブログ記事でハッシュタグとはツイッターでのグループ化であると辞書編集者でアメリカ方言学会信号委員会委員長のベンジマーが述べている。ツイッターはツイート内のすべてのハッシュタグのハイパーリンク化を開始し、 ハッシュタグ化された言葉のツイッター内検索結果を表示できるようになった。2010年、ツイッターはトレンドという人気急上昇のハッシュタグを掲載する、コンテンツを掲載するようになった。ツイッターにはトレンドリストにスパムが入らないようにしたり、話題のハッシュタグを中立的に提供したりするためのアルゴリズムがある。中華人民共和国では、振動美白や当人美心といった ミニブログがハッシュ名という二重ハッシュタグという形式をとっているが、これは漢字間にスペースがないために閉じるためのタグが必要なためである。対照的にツイッターで漢字を使用するときに、ユーザーは我がというように言語学的に自然な表現を維持するためにハッシュタグ化された要素の前後に、スペースか、ZWNJ を挿入しなければならない。 ミニブログやソーシャルネットワーキングサイトでは、ハッシュタグは文章中のどこかに挿入したり、前につけたり、追伸として後につけるか、文章中の言葉として含ませることができる。投稿やツイートにおける使用ハッシュタグの多さは、使用ハッシュタグの種類と同じくらい重要である。現在、特定の会話をするときにタグを一つ、二つ投稿するときは、 会話に場所を加えるときに容認されていると考えられるが、3つが限界とされ、コミュニティの怒りを買うリスクが増すとされている。2013年9月、ジミー・ファロンとジャスティン・ティン・バーレイクは、レートナイト・ウィズ・ジミー・ファロンで、ハッシュタグの度重なる、ご使用や、無理解使用を封刺するコントを披露した。ソーシャルネットワーキングサイトのヘッダーにある検索バーで、 サイエンスというハッシュタグを使った直近の投稿を検索ハッシュタグは活発に行われる臨時の議論フォーラムで使用されるのがほとんどで任意の文字の組み合わせにハッシュ記号をつけたのがハッシュタグだが個人な十分なアピールをした場合トレンドとなりハッシュタグを使用した議論をするためにより多くの人たちを集めることができるツイッターでは ハッシュタグが人気急上昇となった時にユーザーページのトレンドに反映させているが、表示トレンドは地域か世界中かで選ぶことができる。ハッシュタグは一人のユーザーやユーザーの集団によって登録やコントロールされることもなければ、一般使用から引退させることもできないが、これはハッシュタグが理論的に使用言語の言葉の寿命や、 文字の構成への永久的な依存の中で使用されることを意味する。また、任意の構成定義もないことは単一のハッシュタグは、活用する人たちが支持する数ある目的のために使用することができることを意味している。そして、はっきりしない言葉遣いをする傾向にある特定イベントでの議論での使用を想定されているハッシュタグは、ケーキフェスティバルの時にシンプルなケーではなく、 ケイクフェスティバルが使用されるように同じような話題の一般的な会話に巻き込まれることを避ける意図がある。しかし、これは人々が同じ話題をしているつもりなのに異なるスペルや言葉を使用してしまうことが多いため話題がトレンドに入ることを難しくしかねない。話題をトレンドに入れるためには特定の話題を参照したハッシュタグが暗黙か明言されたかどっちにしろ合意が得られる必要がある。 また、ハッシュタグは同じ興味を抱くユーザーを検索してフォローもしくはリストに追加するための目印にもなる。ソーシャルネットワークであるインスタグラムでも写真投稿や話題に合わせたハッシュタグ付けによってハッシュタグを使用することが可能である。例として自身や友達の投稿写真に BFFL やフレンズといったハッシュタグを付けることができる。しかし、Instagram では フォトグラフィー、iPhone、イフォーニアグロフィのように、あまりにも特徴がなく、目的を果たすことができないとされる、一定のハッシュタグを、使用不可にしている。さらに、薬物使用といった違法行為を招くハッシュタグも、ブロックしている。検閲や、一定のハッシュタグ使用禁止は、インスタグラムで、特定のサバルタンコミュニティが構築され、維持される、方法において、間接的役割を果たしている。 Instagram がコンテンツ規定を定めているにもかかわらず、ユーザーは自身の行動の継続と最終的な検閲回避の方法を模索している。ハッシュタグはまた、後日の検索や共有、その他の理由でメッセージを実際的にカテゴライズするために受信メッセージに基づいた文章に非公式かつ意図なしで使用されている。そして、月曜日だ。 興奮皮肉というようにユーモアや悲しみその他感情表現をするのにも役立つ。この機能は他に YouTube や g o c a メディアでのユーザーコメント機能といった非シとメッセージ適用サービスでも搭載されている。g o c a メディアの場合はブログコメントや直接投稿されたコメントのためのハッシュタグは社員がウェブサイトにログインしていない時にユーザーアクティビティの 一定の評価をより公平に維持するために活用される。2010年以降、複数のテレビ局は、テレビシリーズでブランド化した、ハッシュタグ表示で宣伝を行うようになったが、放送前か放送中もしくは放送終了後のオンライン議論のバックチャンネルとしての意味合いもある。ハッシュタグ表示は、画面のいずれかの隅や、宣伝の最後に表示している司会や特派員といった、 放送関係者も投稿をやり取りするために企業や個人のツイッターアカウント名を宣伝していてアカウント名に沿った関連もしくはブランド化したハッシュタグの使用はツイッターや他の検索エンジンにおいて話題のハッシュタグになるためのミニブログ方式として奨励され続けている。放送事業者もまた生放送のために選択された投稿をまとめるためにこのような様式を作成している。 ツイッターのメディア提携責任者であるクロースライテンは放送されている番組を瞬間的に識別するタイプと出演者が放送中に視聴者からの反応を探るための一時的なタイプの2つのテレビ用ハッシュタグを設定している。また、ハッシュタグがニールセン視聴率にとって変わるか共存するかといった推測も一部である。ハッシュタグを宣伝媒体として活用する事例の増加は コマーシャルやシリーズエピソードの最後で宣伝されていた点で AOL が1990年代終わりから2000年代初頭までブランド化したキーワードの宣伝と比較される。世界的に有名になるハッシュタグもあり、例としてジュシュ賞チャーリーというスローガンはツイッターにおいてジーザスチャーリーとアインチャーリーいうハッシュタグとして初めて使用されインターネット上で大規模に拡散した。 2013年2月よりツイッターとアメリカンエキスプレスとのコラボレーションにより特別なハッシュタグをツイートすることで値下げセールをしている商品をオンライン上で購入できるようになった。アメリカンエキスプレス会員はツイートとアメリカンエキスプレスからの確認を伴った返事を探すことでカードとツイッターを同期させたりオファーを使うことができる。アキアパイフォライツというハッシュタグを宣伝している。 ステンシルグラフィティ現実世界でのイベントを行うときも参加者間の議論やプロモーションのために初めてやアドホックリストが作成されている。開催期間、多くの場合ツイッターなどで両方の参加者がお互いを見つけ合う目印としてハッシュタグは使われる。企業や権利擁護団体も自社製品やサービス、キャンペーンのプロモーションのための特別なハッシュタグを使用した議論を仕掛けている。 アキアパイオールストリートやリビーフェブ17といった2010年、はじめの政治的な運動でもハッシュタグを拠点に展開されたり、議論を盛り上げるためにハッシュタグが大々的に使われていた。ハッシュタグは消費者が大企業に顧客サービスエクスペリエンスに関して苦情を言うため、ソーシャルメディアプラットフォームでたびたび使用している。それに対し、バッシュタグは企業が設定した。 ソーシャルメディアハッシュタグが企業を批判したり脆弱な顧客サービスを他に告発したりするときに使用されてしまう状況を説明するため作られた用語である。例として2012年1月にマクドナルドはマクドスタウリスという店内での良い経験を共有する目的のハッシュタグを作成したが想定していた良い経験ではなく苦情のツイートが多数溢れたため わずか2時間でこのキャンペーンは中止となった。ハッシュタグの使用はまた、書いた人が文章にぶつけた感情を露呈することがあり、ハッシュタグがどこで心理状態を直接説明するかによって明確さに差が出る。例として、ハッシュタグの言葉は文章が皮肉的か否かの最強な予測因子となっている。 2011年4月のカナダ党首討論期間中、当時の新民主党党首だったジャック・レイトンは、カナダ保守党のスティーブン・ハーパー首相による犯罪関連の政策を A ハッシュタグ、フェールとして言及した。カニエ・ウェストが言い出したハッシュタグラップは、ラップのスタイルを説明するために2010年代に編み出され、ヒューストンプレスの理想によれば、メタファー、ポーズ、 一つの言葉によるパンチラインの三つで構成されていて、インの終わりに置かれることが多いという。ニッキー・ミナージュ、ビッグ・ショーン、ドレーク、リル・ウェインといったラッパーがハッシュタグラップを盛り上げているが、デュダ・クリス、ザ・ロンリー・アイランドや、複数の音楽ライターはハッシュタグラップを非難している。2013年9月13日、ニューヨーク・タイムズのトップページ記事のヘッドラインにおいて、 ツイッターの株式公開に関する記事にツイッターポというハッシュタグが登場した。WWE レスラーのドルフ・ジグラーのあだ名は、ハッシュタグヒールである。食品会社のバーズアイは、マッシュタグというアットマークや、ハッシュタグの形をした、マッシュポテトを2014年に発売した。2014年5月、ツイッターユーザーは、性差別や女性への暴力の経験に対する意識を、 高めるためにエッセルウィーミンというハッシュタグが使用されるようになった。2010年、ツイッターは FIFA ワールドカップ南アフリカ大会期間中に使用できるハッシュフラッグを導入。2014年もワールドカップブラジル大会で再導入された。これは、出場32カ国の3文字国コードをハッシュタグ方式でツイートすると、自動的に国旗がツイートに組み込まれる機能である。 2012年7月、ツイッターは企業のティッカーシンボルの前にドル記号をつけたらハッシュタグとしてクリックできる機能を導入、キャッシュタグと称された。これは企業や株価に関する議論をしているツイートを検索できるようにする機能である。2012年8月、イギリスのジャーナリストであるトム・メルツァーはガーディアン紙で両手でピースサインをして、 ハッシュタグの記号のように指を交差させるというハッシュタグを模倣した時よりフィンガーハッシュタグと呼ばれる新しいハンドジェスチャーを紹介した。この新たなジェスチャーはニムロとカマーがワイヤードで紹介したり2013年にジミー・ファロンがテレビで披露したり他ではコルベア・レボーでも使用されていた。日本では日本経済新聞が首都圏の話題を取り上げたコラムの名称に ハッシュタグを使っている。ありがとうございます。